ポイントは子音を強く発音することです。例えば Today なら Day のところにストレスがあると思うんですけれども、 Today Today というふうに子音のこの D の音をしっかり発音していきます。 Live on IMK, a pronunciation trainer from Dr. D English. How are you guys doing? So the topic for today is the sentence stress.You might have heard that you should put stress in those words that gives us the main information of the sentence. But what exactly does it mean to put the stress? Does it simply mean to speak in a louder voice? It's not the point actually. So in this video, I'd like to introduce the proper way to add the stress into sentences. So here we go. 皆さんこんにちは。発音トレーナーの K です。今日は英語らしい抑揚のつけ方について話していきたいと思います。英語は日本語と違って抑揚がついているという話は一度は耳にしたことがあると思います。例えば Today I want to tell you three stories from my life という文をこう日本語のように全ての単語を同じ強さで読んでいくと Today I want to tell you three stories from my life というようなべったりとしたような日本語っぽい響きになっていきます。英語ではこの重要な単語がこの抑揚によって浮き出ていることによって伝わりやすくなっているのでストレスというのは必要不可欠なんですけれども、多くの方が抑揚をつけてと言われるととにかく強弱をつけて読もうとしてしまって、これだけだと実はあまり英語らしい響きにはなっていきにくいです。そこで今日は抑揚をつけるときに気をつけてほしい2つのポイントについて話していきたいと思います。まず1つ目、子音を強く発音してください。ストレスのある音を強く読もうとするとどうしてもこう母音を強く発音してしまいがちなんですが、ポイントは子音を強く発音することです。例えば Today なら Day のところにストレスがあると思うんですけれども、 Today Today というふうに A A A の母音の方を目立たせるのではなくて、 Today Today というふうに子音のこの D の音をしっかり発音していきます。そしたらちょっと子音を強く読む練習をしてみましょう。まず Today からいきます。Today, today, today. 次 Tell, tell, tell. Tell, tell, tell. Three, three, three. Three, three, three. Stories, stories, stories.子音が2つ並ぶときの場合は1つ目の子音、ここで言うと S の子音を伸ばしてあげます。 Stories, stories, stories. From, from, from. 同様に F の音を引っ張っていきます。 From, from, from. Life, life, life. それではくっつけて発音していきます。Today I want to tell you. Today I want to tell you. Three stories from my life. Three stories from my life. 全部でいきます。Today I want to tell you. Three stories from my life. Today I want to tell you. Three stories from my life.Today I want to tell you three stories from my life. 二つ目、ストレスのない音はすべてボトムエリアの音で発音していきます。ボトムエリアの音というのはこんな感じの音です。というような感じで喉の力が抜けてこうカラカラとなるような低い音のことをボトムエリアというふうに呼んでいます。で、英語はこの音をベースにして喋ることになります。ストレスのあるところだけちょっと圧をかけてあげて、あとはすべてこの脱力したというボトムエリアの音で発音していきます。それではボトムの音を出すところからちょっと練習していきましょう。ちょっと真似してみてください。ほうほうほうとやって一番低いところまで行くと喉がこうカラカラとなるところがあると思うんですけれども、それがボトムの音になります。とにかく喉の力を抜きながら音程を下げていくと出やすいです。もう一度やってみます。ほうほうほう。でちょっと出にくいよっていうような方は寝起きの状態だと出やすいので一度試してみてください。そしたら次は単語でやっていきます。 Today, today, today. チャンクでいきます。 I wanna
I wanna tell you three stories from my life。くっつけていきます。Today I wanna tell you three stories from my life。全部でいきます。Today I wanna tell you three stories from my life。ここで今日のまとめです。英語の抑揚を作るコツは、一つ目、子音を強く発音してあげること。そして二つ目、ストレス以外の音はすべてボトムエリアの音に落としていく。この二つです。これらを意識して、ちょっと応用練習をやってみたいと思います。まず一つ目のセンテンス。I grabbed the dog by the collar. 二つ目いきます。That's so kind of you.三つ目。I'm allergic to weed. 四つ目。A melody is a connected series of notes. 五つ目。I'm going to count to three. それでは今日はここまでにしておきたいと思います。Thank you for watching.